こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます今日も先生方にですね、治療のヒントになるようなことをお届けしていきます。で、今日は火曜日の配信になりますので、まあいつもやってみた、各週でやってみた動画をお届けしてるんですけれども、今回はですね、まあ僕が勝手に思ってるやってみたをやっていきたいんですけれども、今日はですね、ちょっと今ポッケから出すんですけれども、関野がグラストンテクニックをやってみたということをやっていきたいと思います。先生方、グラストンテクニックってご存知ですかね。まあアメリカで結構メジャーなのかな、アスリート選手とかが結構受けられているテクニックらしいんですけれども、まあこのようなですね、見えますかね、特殊な形状をしたこのアイテムですね。何でできてるんですかね、ステンレスか何かかな、結構重たいものなんですけれども、この器具を使ってですね、軟部組織、筋膜だとか、筋膜から上なのかな、皮膚だとか、そういったですね、軟部組織をですね、緩めていくテクニックだそうです、まあ僕以前からこのグラストンテクニック興味はあったんですけれども、やっぱりこのアイテムが高かったりとかね、あるのと、あと日本でそこまで普及されていないっていうのがあるので、初めてだったんですけれども、なんとうちのスタッフが持ってたということが発覚しましたので、ちょっとお借りしてですね、ここで初めて僕が実際にやってみるということをチャレンジしていきたいと思います、まあよくね、患者さんにね、こういうふうに施していくんですけれども、まあ、こういうアイテムが使えるのであれば自分でもできますので、まあ、どれぐらい効果があるのかなっていうことをちょっとですね、今日検証していきたいと思います。じゃあこのアイテムを使ってね、やってはいきたいんですけれども、まあビフォーアフターという形でどういう変化があるのかなっていうことなので、今日はこの筋硬度計ですね。筋硬度計ご存知ですかね。これ筋肉の硬さをですね、まあ、数値化していく機械なんですけれども、こちらでですね、筋肉の硬さビフォーアフターどうなっているかということをちょっとお知らせ、お届けしていきましょうか。じゃあグラストンやっていくの前腕ですね。前腕が一番僕やりやすいんで、前腕をちょっとやっていくんで、前腕の筋肉のまず硬さをちょっとチェックします。見えますかね。まあ、大体ですね、まあ、20いかないぐらい、だから18、19とかくらいかな、ビフォーがね。これがアフターになったらどうなってるかってことをちょっと見ていきましょうか。ちょっと最初にまたゼロに戻しておきますね。じゃあこのアイテム使っていきますよ。で、まあ、やり方ね、さっき聞いたんですけれども、本当にこの形状をこういうふうにこするだけだしですね、さっきホームページとかね、動画とかも見てたんですけれども、結構本当赤くなるぐらいまでやるらしいです。でやはり癒着が起きてるところが結構赤くなるようですね、でその癒着を取っていくイメージでこういうふうにこすってくださいって言ってました。だいたい時間にしてですね、まあ、1分ほどで大丈夫ですってね、これ持ってたスタッフですね、元トレーナーさんなんでね、現場の、プロ選手とかにやってたみたいですよ。見えます、だいぶ赤くなってきました、やっぱそれだけですね、こう硬さが今、こういうふうに擦ることによって血行の流れが良くなっているような状態ですね。どうなんですかね、柔らかくなるんですかね、これね。さっきね、受けたんですよ、ふくらはぎで。そしたらめちゃめちゃ足軽くはなったので、ちょっとこういうの先生にお届けしたら面白いかなと思って今日やってはいます。まあ、大体これぐらいでですね、1分ぐらい経ったかな、だいぶ赤く擦れてます。じゃあこれでまた筋硬度計をちょっと使っていきましょうか。またゼロに戻してます。いきますよ。ほうほうほう、これ見えますかね。さっきね、20いかないぐらい、18、19ぐらいだったのが、まあ今17ぐらいまで来てます。若干柔らかくなったのかなっていう形ですね、まあ本来だったら潤滑油使ってくださいってね、スタッフさんに言われたんですけれども、ちょっとそこを省いてしまったので、もしかしたら効果がもうちょっと出るのかな、それをね、もう一つのアイテム使えば塗ってやっていくと、もっと効果が出るのかなって思います。まあ初めよりかはね、柔らかくはなっている状態にはなってはいますので、まあ、こういったアイテムを使うということも一つの手だとは思います、
で、まあ、うちの院だったらアクティベーターとか使ってはいるんですけれども、そういったアイテムですね、治療科の先生方って結構ね、手技にこだわりがある先生とかだったら、なんかアイテムなんてみたいにふうに思ってるかもしれないんですけれども、こういったアイテムのメリットとしてはですね、まず誰がやっても同じ結果が得られると、やり方さえ間違えなければ誰でも同じ効果が得られるってことですよね。うん、あとは自分自身も、その疲れに左右されない、体調に左右されないですよね。例えば朝僕元気な時、朝9時から施術してて元気な時はいいけど、夕方5時になったらもうヘロヘロになってるってことがあって、手技がどうしてもですね、ブレてしまったりってことがたまにありますよね。うん、でもそういうアイテムを使うことによってですね、全然ブレなかったりっていうことがあるし、誰でも同じ効果が得られるっていうことなので、まあ、こういったいろいろな器具をですね、今三茶整体院では試しているような状態ではあります。うん、ですね。なんでね、まあ、いろんなアイテムこの世の中出てはいますので、まあ、抵抗のある方っていうのもぜひね、ちょっと試していただければと思います。まあ、試してね、患者さんが良くなれば OK っていうのがね、まあ、僕の考えではありますので、ぜひぜひですね、こういうようなアイテムをですね、どんどん紹介したりだとかですね、効果がどうなってんのかっていうことをいろいろ検証していきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひお楽しみください。まあ、筋高度計とかね、まあ、前回登場したサーモグラフィーとか、うん、そういったこともちょっと使っていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。でですね、一つお知らせがあります。でそのお知らせっていうのは先生方覚えてますかね。2月20日にですね、そう、大発掘、関野正明のスゴ技大発掘っていうコーナーやりますっていうことをですね、以前動画でお届けしたと思うんですけども、それ覚えてますかね。まあ、全国の先生方のですね、スゴ技をですね、集めていって、僕がこの動画ゴッドハンド通信のチャンネルを使ってお届けするということをやっていきます。そのですね、本当にですね、たくさんのご応募いただきました。ありがとうございます。うん、で、今ですね、その手技の厳選して選ばせていただいておりますので、その手技の風景というか手技をですね、紹介するのを来週僕やります。20日に配信します。うん、で、その配信したですね、中でアンケートっていうのをやらせていただきます。まあ、先週告知したように、ナンバーワンを決めると、スゴ技ナンバーワンを決めるという形になったんですけども、そのアンケートというのをですね、これをご覧いただいている視聴者さん、うん、に決めていただきたいと思っていますので、ぜひそこのですね、協力いただきたいので、来週のですね、このゴッドハンド通信、うん、関のチャンネルをですね、お見逃しなく見ていただきたいと思います。うん、ではですね、今週の動画は以上になりますので、また来週ですね、必ず見てください。よろしくお願いします。それではですね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。